はい、じゃあパート17続きやっていきましょう、はい、パート17ですよ。 FF を超えちゃいましたね。 FF を超えちゃいましたね。少女作品ですよまあ確かにワンパートね、ワンパートで2ステージぐらいしか進んでないんですけどねこのゲーム。そうですね、まあまあ少女作品とか言いながらね、あっちはもう30年以上続いてるからね何が長寿なのかこっちの何が長寿なのかまあまあ長寿って言っても健康寿命が大事ですから、健康なうちにねいろいろやっていくのがいいと思いますよ。さあ一人を、はい、さあおー全員死んじゃいますね。これは楽しいステージです。お前が叩きつけるんだよ無理に使わなくていいからもうしっかり取っていきたい。さあなんか上にありそうな気がするんですが、どっかからか上がれるのかな。向こうの方から上がって帰ってくるパターンかな。なんか上にありますもんね。ありますね。ダークガイアフォースがあるように見えるんですよね。これ先に進まないとやはり取れないというものでしょうか。先に進んで戻るように取ってくるパターンかもしれないですね。つまりここは広いコースを示唆します。間違いなくここですね。はい。おっと。ここに気づくとはさてはお前。うれ。目の前に立ちはだかるいかなる障壁も殴れば突き抜けられると殴ればね、障壁ぐらい。おっと危ない危ない危ない。見事に走り抜けましたね。さあ見事に走り抜けたな今、ね、さあ行きましょう。続き行くぜ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 。現役バリバリ小学生もねびっくりするぐらいの障害物走おっと、はい、これは魔法使いですね。なるほど。近づいてくるな魔法使い。黒魔道具ですか。あっぜあっぜあっぜ。あーなるほど、これ燃えちゃうんですね。ちょっと待ってこの馬クロが結構邪魔なんだよ。マジですよ。はぁ、あ、死ね。あぁおっと、はあ、死ぬんだよ。ファイアラが使えるんですね。まずいですよ。はぁ、あ、君はねいつもそうだ。魔女狩りの時間だ。いじめや今のはめ方すごいな。すごい、なんか何とも言えへん気持ちになるね水のところに無理やりそこに置いて、そう置きはめいやもう水攻めや水攻めやったな。拷問やったな。拷問ですよね。いいんですかこのゲーム全年齢対象ですよね違いない。うわっとこれは落ちて大丈夫かな。おお落ちた。あれでもなんか何もないやん。え普通こういうのってなんかあるから落ちれるんじゃないの違いますね。しかも落ちても何もないけどゲームオーバーにもならないっていう何だったのか。可もなく不可もなくを突き詰めた結果ですね。作り手の悪意が感じられます。落ちて何かあるのがテンプレートじゃないんですかね。やはりソニックのゲームですね、期待を裏切ってくれます。テンプレートには負けないと。あやったジャンプで超えなかったみたいですね。ちゃんとあれに掴まれと。いや力及ばずといったところでしょうか。やはり脚力を鍛えるのが大事、バネに頼ってる場合ではない。いやしかしソニック復帰技バネに頼ってスプリング使って、ね、あ、超えちゃった。あスプリング使ってますからね。そうですね。おっとおっと足場が見えん冷える足場でしょうか。じゃあね、あれはダークガイアフォースが取りたかっただけないけどな。そうなんですよね。目的はわかりますが目的に伴う技量がなかった。まずいですよこれは。ここはぜひ走り抜けてもらいたいですね。落ちそうになりますねこれは。怖ここ。ちょっと広いにジャンプもできない状況ですね。めっちゃ怖い。なんか黙ってしまいそう。ぜひともご遠慮願いたいこっちに何かあるのか。カメラアングル変わるやあの変わらんってことはないやろな。もしかしたら下に何かあるかもしれないぞ。怖くて、あ、ここタイタンの敵になっちゃったかな。気のせいかな。しかし爆弾がありますね。これは何でしょうか。あれは僕がパーティーの頃見たスパークに似てますね。何でしょうあれは。ちょっといつも攻撃しに行くタイミングで電気が出るんじゃないよ。まあそれはうまく敵の術中にはまってるということでしょうか。これやりますね。やりますよ。
人のこと言えないんだよな、ほんと。言えますよ、言えます、まあ、この上に何かありますかね。ありますね、コレクションアイテムかなんかかな。おっ、これ取るしかないですね。取りますよ、取ります取ります。全然違いましたね、ただのダークガイオーズでしたね。まあ成長の糧ですから、いただいていきましょう。おいおい、これは下手すればあの上を走れるんですかね。普通炎が出ますね。ここはボス戦でしょうね、多分。お、マザーか。いやー、しかもマザーが、これは、これ早めに倒さないとまずい展開になります。しかも出産方法がまさかのお腹を分ける帝王切開です。お腹からバーッと開くんですからね、これ。本当に。さあ、一匹倒しました。はい、コレクションアイテムが優先ですね。なるほど、戦闘は二の次ということですね。いや、コレクションアイテムに比べれば戦闘なんてそんな大したことないですからね。本当？本当ですよ、本当ですよ。なんか敵多くない？敵多いですね。やはり君がコレクションアイテムを優先するからだよ。いや、こいつまだ一回も敵増やしてないと思うけどな。うるさい。敵を増やす前にボコボコにしていってるんで。いや、いやらしい戦い方をするんですね。うん、上ですね。どこだどこだ。さあ、おい。最後はしょぼいグーパネで終わりましたね。前転。はい、どうでしょうか。タイム的には間違いなく間に合ってるんですが、結果を見てみましょう。はい、今回のタイムですが、目標タイムが9分に対して、6分17秒、まあそこそこまずまずいったタイムでしょうか。獲得リング数も上々でランクは S ということですね。余裕ですね。はい、さすが世界を目指す男は違いますね。タイムに関しては3分近く早いんでね。しかしタイムだけで測れない面というものはありますから、プロセス点で言えばマーロエ選手の方がやはり上々ということでしょうかね。隠しアイテムイラストナンバー45点に出ました。後で確認してみよう。やった。続けて遊びます。毎回こう隠しアイテムをねちゃんと読み上げておりますが、一度も確認した試しがないという。確認はしてないですね。はい。さあ次はミラー。任せてください。資料のこれ資料？資料？資料の谷。資料の谷ですね。要するにここはあのゾンビ系の敵が出るんじゃないでしょうか。資料ということ。おっと、怖い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 。大丈夫です、落ちて。知ってますよ。爆弾がいますね、投げましょう。今です。何にも当たってないですけどね。さあ、黄金の左手を見せてあげる。ただの攻撃速度が遅いだけなんだよな。左だけだと攻撃速度が遅いだけなんだよな。黄金の回転。さあ、あ、出てきましたね。ほんまにこれナックラルとタツベ足して逃げまとみたいな顔してんな。見えんなよ。ヒットアンダーウェイですかね。そうですね、スマブラでやると怒られるプレイをしてますね。ほらほらほら。ケツを収容収容必要に攻撃する。攻撃じゃねえよ、愛情の裏返しだよ。スパンキング、ガチムチパンツレスリング。おっと、怖い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 。 A ボタン押さなくてよかったと今非常に思っております。これはね、ジャンプであの5まで届き、捕まるというのが理想ですね。5も取れないし捕まりもできないという。なるほど、諦めろっていうことですね。さあ、あれに乗っていけば何かにつくのかな。ですね。いやー、しかし待ち時間というのは退屈ですね。前転でもして遊びましょう。落ちるで。やはりここは堅実に攻めるのがいいんです、ね、あ、これを取れってことか。あったー。期待を裏切れませんね。さすが資料の住む谷ですね、ここには魔物が住んでおります。さあ、落ちたりしたことを全て魔物のせいにして仕立てやんだよ。さあ、なぜ噛んでしまったのか。全て魔物のせいに仕立て上げるマロエ君ですね。どっちが魔物なのかわからないですね。いや、間違いなくわざと噛むあなたのその心に魔物が住んでますね。てか陰獣が住んでますね。さて、しかもどっちかというと、あ、これ上で行ったらいいんじゃないですかね。上のバーからさ、ここはもう無理に取りに行きません。 あるじゃないですか。ありますね。落ちましたね。おっと、ジャンプが届かない。速度が足りない。これ落ちましたね。まずいですよ。ステージ失敗したら交代ですよ、プレイヤー。今何が起こったんでしょうか。
チョン動きを連打しようとして、多分ダッシュの暴発ですよね、今の。なるほど。いやー、さすが、修行のつぶさに。ちょん筋縄ではいきませんね。ちょん動きの連続はね、本当に暴発するんですよ。そうなんですよね。ダッシュが暴発して大変なんですよね。本当に魔物が住んでたのは私の親指だったと。いや、うまいこと言っちまいましたね。寄生獣かなんかですかね。私の手にはヒダリーというもの。ヒダリーが住んでる。ヒダリーが住んでますね。ちょっと寄生しようとしたときに、こうやって左手をガードしてしまって、そうですね。そこに寄生したんですよね。やはり生物としてとっさに左手を出してしまうっていうのがあるんですね。うん、おーっと。めっちゃダメージでかない。まあそんなことないでしょ。まあ、この程度で。ひどい鬼畜ゲド、なんたる仕打ち。カイジかな。さあここ気をつけてくださいよ。あまり遊んでるとここね。魔物が遊んでますね。魔物ですね。さあオッケー、届かんかった。さあ、はい、おっと気をつけてくださいよ。本当に魔物の存在がね、ここは恐ろしいですから。ダークガイフォースは取りたいんでね、まあ、この後の結果にもつながってきますから、ぜひとも取っておいてほしいんですが、手元の時計を確認しましょう。まだ1分も経っていません。マロエ選手ここで多分2分弱経過しておりました。はい、つまり優秀なタイムとは言えるんじゃないでしょうか。私タイムと面白さは比例しない。そういう点では期待を裏切らない彼、さすが優秀なプレイヤーですね。おお、来い。おー、危ない。期待を裏切るスタイル。裏切ったんか。裏切りましたね。やはりここは惜しい、落ちたなっていうのが定石ですね。さあキラービーム相手にせずボコボコにしていきましょう。いや、しかし2度同じところ刺されて死んでしまいますよ。一度も刺されてないんだよな。おっと危ういですね。いや、ちょっと危なかった。やっぱ喋りながらやと落ちるんだよな。それが実況なんだよな。間違いない。正論を突きつけるのはダメだと思いますよ。なんでダメなんですかね。おっと、これはなんだ。これはファンヒーターですね。よいしょ。冬場足が冷えたりすると、こういう熱風を出して温めてくれる家電製品です。ファンヒーターか。ファンなのかなこれは。届くかなこれ。届くわけないか。やはり投手としては未熟なので、肩の力を鍛えるのが必要かなと思われますね。よいしょ。いいですね。やはり派手、水には弱かった。ゲード、あーあああああ、おーっと。踏み外した、普通に。え、どっから。ここは、ああまた鬼畜。しかしファンヒーターはございません。ちょっとマジでやばいな、これ自分が死にそう。ここら辺カメラアングルがきついねんな。落ちそうやねんな、ほんまに。カメラのせいにしてはいけません。この俺の指の動きの質の悪さのせいです。辛辣じゃないですかね、ちょっと。ここやろ。カメラアングルのせいにするとセガさんが怒るので、ここは魔物のせいにしておきましょう。すべて魔物のせいに仕立て上げるんですね。なるほど。したんだよ。タロの現状報告、タロの事実報告ですね。はい、さあ、おさあ、一匹ピヨ状態にして、おっと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 、これ予想外にボコられてますね。まあ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 、まあ、しかし数の優勢をものともしないような、いい攻め方をしてますね。まあ一人ピヨ状態ですが、ダウンを取ったらまああとは余裕なんですよね。それかなり高い位置のセットに慣れているので、ね、まあこいつちょっと今攻撃してきたんで怒りますね。おお、考え方に至ってはただのチンピラでしたね。てめえの範囲はたった一つだぜ、おめえは俺に攻撃した。怒らせてしまったんですね。なんとも懐の狭いお方だ。てめえは俺を怒らせた。さあ、やはりここは素早くジャンプでなるべく前に行かないとタイムをロスしてしまいますね。私はでも右左のアルムを全て取りたいんで。そんな流暢なこと言ってて大丈夫ですかね。さあ
した手元の時計が4分を記録しております。まあ余裕でしょ。おそらくここも目標タイムは9分とかそんなんなんで、こんな甘い世界なわけがないでしょ。世界のプレイヤーたちはここを2分50秒でくぐり抜けています。早くね普通に早い。大幅な遅れを見せておりますが、やはり彼にも恐怖の色が伺えるのでしょうかね。震えております。さあ当然のようにボスが来ましたが、これ一人ピヨ状態にして投げるんですよね。はい、おっとあそこにあるのは無限の箱。無限の箱どれこれ。いや反対側ですね。僕には見えます。おお無限の箱がありますね。無限の箱があるじゃないですか。これはいやらしい戦い方ができるっていう魔法のアイテムですね。あでもキラー B がいるわけでもないんで、ジョニー使い道はあんまないんですが、いやいや攻撃ダメージのデカさですよ。おっと一人ダウン取れました、ね、お一人掴めますか。ちょっと邪魔は良くないですよ。まあまあまあ邪魔をするのは彼らの仕事なんでね。まあまあいらない子はこうですよねいらない子ですねいらない子ですよ。なるほど何してしまいますよね。いらない子はねこうやって表情にした後にそうですよ違いますよ。これはいらない子を決して追放したとかじゃなくて、ほらライオンは自分の子供を谷の底に落とすって言うじゃないですか。愛情ですよ一重に。タイタンの失礼ですか。タイタンは全てこうやって倒していけないやばい危ない。よく防ぎましたね。当たってもうたけどなどうしたもんか。アンリーシュドモードでボコるか。アンリーシュドモードに入ってます。それは高い攻撃力が出したり、打点の高さそれで攻めようというわけですね。ボコられました。まあそろそろ倒せますね。いやしかしここちょっと特性猛火が発動してる。あの見た目で猛火というか、まあ終わりましたね。相当ボンが高いですね。まあ終わりましたね。はい、おそらくこれはもう不要なものなんで、捨てちゃいましょうああ不法投棄が黙認された瞬間ですね。どんな問題って言ってるのでおそらくエスラックでしょう。はい、タイムは7分、目標が7分で、今回タイムは6分39秒、ギリギリといったところでしょうか。ちょっと遊びすぎましたね。ギリギリでしたね。まあ、ランク S ステージコンプリート。ステージコンプリートしましたね。ステージコンプリート。じゃ次は何がアップするんでしょうか。はい、おガイアシェイク、まだ覚えてなかったのか。これさっきこれ使おうとして使えなかったんだよな。あガイアシェイク、コンボ4発目以降の L トリガー R トリガー同時すると、今までこうやって上に上げていたのがなんかこんなになるあーなるほど。単純に言えばドンキーコングみたいな感じですね。そうそうドンキーコング、タルタルコンガみたいなはいこれは貴重な戦力になるんじゃないでしょうか。ミッションが追加されました。アポトス、月の扉へ入ってみよう。アポトスに今頃戻るのか。いやでもミッションも追加されたのを報告する割に僕たち行ってないですね何の報告だったのか。まあ番外編でやりましょうそういうのは。はい、番外編まで続くんですね。ああちょっと次のパートに回しましょうこれは。はい、ということで今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。